エカテリーナ宮殿とテイエンツアルスコエセローはサンクトペテルブルク中心区の南方2 4トルほどの位置にあるロシア皇帝の離宮エカテリーナ宮殿などが集まる秘書寺。かつてはプーシキン市だったが現在はサンクトペテルブルク市プーシキン区となっている。サンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群の一つとして世界遺産にも登録されている。17世紀。 この地は、スウェーデン貴族のものであった。元のフィンランド語名は、よく、エーハイ h ーグラウンドと訳されていた。これに反して、マックス・バズマーはフィンランド語の地名より、地名は、サーリであるとした。とにかく、フィンランド語の名は、18世紀のロシア人にサースキー、セロと発音され、後にツアルスコイ・セロへと変化した。1708年、ピョートル一世は、妻で、 後の女帝となるエカテリーナ一世に贈り物として屋敷を与えた。彼女はここに生新庄福音教会を1724年に建て、なおブラゴベシェンスコへへ変えた。しかし時の流れですぐに使われなくなった。エカテリーナ一世はこの地を皇帝の住まいとするための開発を始めた。彼女の娘であるエリザベータと建築技師のバルドロメを ラストレッリは広くエカテリーナ宮殿の建設に責任を持った。後の女帝となったエカチェリーナ2世と建築技師のチャールズ・キャメロンは宮殿を有名なキャメロンギャラリーへと拡張した。今ではバロック様式のキャサリン・パークと隣接しているエカテリーナ宮殿とアレクサンドル・パークに隣接する新古典主義のアレクサンドロフスキー宮殿という二つの宮殿がある。 エカテリーナ宮殿は、ダッチ・アドミラルティ、クリーキング・パゴダ、チェスミー・コラム、リモー・ヤンゼフ・オベリスク、マーブル・ブリッジなどの建築物がある、フランス式庭園とイギリス式庭園で囲まれている。アレクサンドル・パークにはいくつかのシノアズリ様式の建築物があり、中国村となっている。18世紀の終わりまでに、チャールス・コエセロは、貴族の間で、夏の住まいとして、 人気のある場所になった。エカテリーナ一世が1770年にソフィアとして建てたチャールスコエセローの南に護衛部隊は配置されていた。スコットランドの建築家チャールズ・キャメロンにデザインされた新古典主義の5つのドームで構成される商店宮殿がこの地域の重要な遺跡となっている。1808年にソフィアとチャールスコエセローは一つの町に統合された。 キャメロンギャラリーにあるエカテリーナ宮殿の風景、ルイージ・プリマジーによる水彩で描かれたザールス・コエ・セロー。1855年1811年にアレクサンドル一世はザールス・コエ・セロー離世をエカテリーナ宮殿の隣に開いた。1817年に卒業した最初の生徒の中にはアレクサンドル・プルシキンやアレクサンドル・ゴルチャコフなどがいた。 また、ミハイル・サルトイコフ・シチェドリン、ニコライ・ダニレフスキーも立位で学んでいる。チャールス・コエセローの文学的伝統は、アンナ・アフマートバやインノケン・ティー・アンネンスキーなどの偉大な詩人によって、20世紀まで続けられた。チャールス・コエセローとサンクトペテルブルクの間には、ロシア発の鉄道が1837年に開業しており、プーシキン方面の列車のターミナルである。 サンクトペテルブルクのビチェプスク駅は、帝政時代は、サールスコエセロー駅と呼ばれていた。鉄道ができたものの、街は19世紀の工業化に消えてしまった。これは1917年に置かれた政府のラジオ局によって知られている。この年の春、ニコライ2世は、彼のお気に入りの宮殿である、アレクサンドロフスキー宮殿に軟禁された。1918年、 町は、ボリショビックスからジェーツ・コエ・セローへと改められ、1937年には、アレクサンドル・プーシキンの死後100年を記念して、プーシキンへと改められた。1941年9月17日、プーシキンの町はドイツに支配され、有名な古白の間を含む多くの歴史的な遺跡や建築物が壊され略奪されたが、 ソビエト赤軍は1944年1月24日にこの地を解放した。戦争後、チャールス・コエセローの再興が始まり、エカテリーナ宮殿の多くの部屋が修復されたが、教会やアレクサンドロフスキー宮殿に関しては未だ進行中である。アレクサンドロフスキー宮殿、ありがとうございます。